ネバブションは日本の競争馬主な勝ち倉は2007年日経賞2009年2010年アメリカジョッキークラブカップ。馬名の由来は冠名のネバにフランス語のボトルの線をかけ合わせたもの。2005年10月2日中山競馬場の新馬戦でデビュー10着に敗れる。11月6日東京競馬場の2歳未勝利戦にて3戦目で 初勝利を収めた。2006年は、形成敗3着などの結果を収めるものの、なかなか勝ち切れずにいた。そんな中、この年7戦目の岩木特別でようやく勝利する。さらに出走を重ねく十九里特別でも勝利する。さらに、菊花賞へ挑戦するも、十着に敗れ、2005年を終えた。2007年は、初戦のゲイシュンステークスを勝利すると、 続く白富士ステークスでも連勝し、第55回日経賞に挑戦する。レースでは一番人気の祭りだごフホが早めに抜け出すところを後方から鋭く追い上げ、見事に差し切り重賞初勝利となった。その後は天皇賞、春に挑戦するも13着に沈んだ。競争中に右第3、中手骨のひびでツ骨折を発症していたことが判明した。 骨折後に勝利を挙げたのは2009年のアメリカジョッキークラブカップとなり2年ぶりの重賞競争制覇を果たした。その後3月28日の日経賞では一番人気に押されたが7着に終わった。天皇賞春でも13着に敗れた。休養を挟んで11月29日のジャパンカップでは10着に終わる。続く有馬記念では12着と大敗した。 2010年の初戦は連覇のかかったアメリカジョッキークラブカップに出走。道中行為でレースを進め、最後の直線でシャドウゲートとの叩き合いを制し、連覇を飾った。続く日経賞ではマイネルキッズの4着に敗れた。その後、香港に遠征し4月25日のクイーン・エリザベス2世カップに出走、4着に敗れた。帰国後、 6月27日の宝塚記念では5着に、敗れた。秋初戦の毎日王冠では3着に入った。天皇賞では、ブエナビスタの5着に敗れた。さらに12月4日のステイアーズステークスに出走して、コスモヘレノスの3着に入った。有馬記念では8着に終わった。2011年は3連覇のかかった、アメリカジョッキークラブカップでは3着に敗れた。その後は、 大阪杯を目標に調整されていたが、一週間前、追い切りで骨折に見舞われ、全治一年以上と診断され治療に専念することとなった。2012年、休養明け初戦の中山金杯では、見せ場なく12着と大敗した。続く、アメリカジョッキークラブカップでも7着に終わる。日経賞では5着に敗れた。以後、新潟大賞店でも14着。目黒記念は、 見せ場なく16着、函館記念は10着、札幌記念は12着と残敗が続いている。2013年も残敗続きで、ステイヤーズ・ステークス12着が最後の競争となり、2013年12月25日付で競争場登録を抹消された。引退後は、アロースタッドで種ボ馬として第2の馬勢を送っている。 2014年度は元への種付け実績がある。上記、競争成績のうち、日本国外の成績は、レーシングポスト、レースレコードに基づく。他、日本における成績は、netkeiba.com、ネバブションの競争成績に基づく。ありがとうございます。